創業は芝取り物としては昭和39年なんですけれど、先代の、まあ、私の父なんですけど柴田健二が芝取り物として始めまして、まあ、柴田織物としては2代目を継いだわけですけども、縫い取りちりめんの特徴はですね、まあ、丹後ちりめんの中で、まあ、生産量が少なくて 0.4% 以下なんですね。それと後染めという白生地の生地の中に色糸をたくさん横糸だけで柄を織り込んでいって、だいたい一端を織るのに縫い取りちりめんはちょっと織り手間がかかってまして、まあ、3日ほどかかるという織物になってまして、まあ、見た目には非常に豪華なこれでもかというくらい の, 衣装にはなっております。まあ、デザインの部分、衣装の部分から織りの部分までを自社の中でやってしまう、すごく冒険もできるということですね。誰も着れないような変な柄を作っても自社の製品として出せますし、まあ、それを一端だけとか一着だけ作ってほしいっていうオーダーにも対応できるっていうのが他社とは違うところですね。私が物を作るのがまあ大好きなので、丹後に来ていただいて、与謝野町に来ていただいて、まあ、柴田織物に関わっていただければ、そのデザインから着物を販売して着るところまでを、まあ、体験していただきながら世に着物を広めていくというか織物を広めていくような、まあ、作業ができる、まあ、企業になっていきたいと思っているので、まあ、それが実現できたならば喜んでるお客様の顔を見ながら仕事が楽しくできるっていう風になることを、まあ、一番に考えて目指しております。